はい、リリチョです。ということで今回はですね、グランドピースオンラインやっていきたいかなと思います。アニメ系のマップなんかな。でピースなんでワンピース、これルフィだよね。ルフィ、これスーパーサイヤ人3の悟空、あとこの足的にこれサンジじゃない？ワンピースが元になってるマップなのかな。めちゃくちゃ人気らしいので、プラス PC オンリーらしいです。さらに200ロバックス、今まで上げてきた動画の中で一番高いマップですね。有料マップ上げてきてるんですけど歴代1位ですね。200ロバックスは高すぎる。かつスマホ版はやっちゃダメだよみたいな、 PC じゃないと動かないんだろうね、多分高クオリティなマップなんで。ということなんで、実際ねこれどういうマップなのか知らない方すごく多いと思うんですよ。まあ、基本的にみんなスマホでやってるよとかタブレットでやってるよって人が多いと思うんで、なので今回はね僕が代表してPC 勢の僕がね代表して確かめていきたいかなと思うんで、皆様よければね高評価とコメントよろしくお願いします。それではやっていきましょう。ということでやってきました皆さん、グランドピース。背景からして多分これワンピースの世界っぽくねえか。宇宙ハブ、カスタマイズする、セールを設定、翻訳ガバガバやな。これで合ってる？さあちょっとやっていきたいかなと思います。1対1、2対2、5対5で戦えるらしい。ダンジョンモードってのもあるんだ。どうする？じゃあ1対1でやってみるか。一旦これでやってみるね。バトル系のマップなんだ。なんかもっと俺の想像してるやつさ、 RPG 系かなと思ったんで。あ、来た、すごいすごい、なんか出てきてる。多分対戦相手さんよろしくお願いします。なんだこれ、これ誰？さあどうやって戦うんだ。あ、狭いマップだな。ここで戦うのか。攻撃手段は1か。あ、これでパンチらしい。E で ?E でヘビーパンチ。OK。戦っていきます、じゃあ。いや、あの、いや、公開だらけだろ。ええー、待って、これどうやって投げるの？負けねえぞ俺は。痛い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 、いじめないで。もうこんなの無理だろよ、こんなの無理だろよ。お前どうか鉄柱やマジで。赤ん坊のように泣いて死んで、やかましいわお前。おい、いきなり PVP やっちゃダメっぽいな。レベルがあったよね。RPG のように多分レベルを上げることができるんだろう。で、なんか能力とかを付与して戦えるみたいな。多分そういう系のマップだと思うんだよね。多分これダンジョンモードにすればいいんかな？多分ダンジョンモードで雑魚キャラみたいな、モブキャラを倒してレベルを上げていくみたいな感じなんかな、おそらくは。多分ここでレベルを上げるんだろうね。で、左下レベル1、体力と、スタミナかな ?111 って。ってのがあるんですけど、やっぱりたくさん敵を倒すとかレベルを上げるとかしないと、とてもじゃないけど PVP はできないと思うんですね。なのでレベル上げていきたいかなと。ほら NPC って書いてるから間違いなく敵がいるんだろうな、近くに。あ、食らってんだけど、待って待って、銃がいる。待って、これ走り方がまず分からんけど、とりあえずやっていくね。よしよしよし、確実にヒット当てていこう。え、嘘でしょ、あの、いや、さあ、なんかセールを設定っていうところに来ました。多分さ、ここでなんかするってこと？ダフ。あー、なんかここでやるんじゃねえか？あ、バンディット。あ、なんかここでレベル上げれそうじゃない？みんな。いて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 。よし、やろうやろうぞみんな。多分ここでレベル上げていくんだろう。てかさ、俺スキン変更できない。俺勝手にこのスキンにされてんだよみんな。殴る。パンチ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 。待って、ガード何ボタン？これみんな、操作が全然わからん。普通のモブキャラが強いぞ。多分これ倒したらレベル上がるんでしょ？とりあえず倒してくね。強い強い、敵超強い。待って、むずいぞこのゲーム。なんこの敵強いの？ほら、普通に強いぞ。勝てない勝てない。よしよし、タイミングよく殴ろう。今、ほら、やばくない？超強い。え？待って、これモブキャラでしょ？これはどう起こりましたか？見てただろうがよ。ほら、強いんだよ。本当に強い。よしよしよし。操作がむずい。避けれない避けれない。ほら、攻撃食らったら基本避けれないんで。だからなるべく、先手必勝だな。よしよしよし。ほ
ほら一発当てれれば絶対ひるんで、そっからのほら反撃ができないんだよ。ほらだから先に当てたもん勝ち。ほらこれ食らったら多分、ほらもう食らったらほら必ず12か15固定で入るんで、よしやった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 。あ、レベル上がりそうだわ。ここで多分レベル上げるんだみんな。よし、この調子で上げていくね。まずはこいつをおびき寄せるところから始まってパンチ。オッケー。でもレベルが上がったらあれだろう、技とかも覚えるんだろう、おそらくは。なんでも一旦は我慢して。てかさ、電気ビリビリ入ってない？ってことはこの主人公、このリリチは今回電気の能力を持ってるってことかな。でグランドピースっていうからワンピースのマップなのかなと思ったんだけど、全然ワンピースらしさはないっすね。あ、もう全然関係ないのかもしれない。俺ワンピースって言ったけど全く関係なさそう、ワンピースとかとは。ちょっとどんどんレベル上げていくね。バンドイッ、なんかイットだからそれになってる。バンディットを5体倒せば多分クエストクリアなんだと思うんで、一旦5体頑張って倒すね。よし、一旦そっからなら何をするかは。これ何したらいいんだろうな。背後に回って攻撃こうか。よし、 OK、 やった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 。5体倒したぞ。ちょっと話しかけに行くね。いやだからちょ、お前それは卑怯、お前それは卑怯。あ、スポーントゥーアイランド、これあれだね、今までのアニメ系のマップと同じだ。みんな別の島に行けるっぽいわ。レベル上げたら別の島に行けるんだな。ネックレスを探せだって。何ネックレスって。いやこれちゃうの、いやこれちゃうの。ネックレス、あのさ、いやあの目先にあったぞ、お前の目先にあったぞネックレス。いやいやいいですよ、これでありがとうってもらえるの、いろいろ。あ、ブロック覚えた。みんな、いやブロックできてない全然。あのすいません、ブロックできてません。うわ、これは楽だわ。相手が攻撃すると同時にポンポンポン、5回で必ず来るから5回攻撃後にやれば、あ、これ絶対いける。みんなガードで5回防いだ後にパンチ、完璧だ。さあバンディットボス、あいつだな、あいつを多分1体倒すだ。じゃバンディットボスをおびき寄せるね。ガード、あ、嘘だろ、ガードが効かない。ガード防いだら大変なことになる。うわ、ガードしてくる。しかもこいつ優秀じゃん、こいつ、こいつバカ優秀になってるぞこの敵。うわー、いやまだ倒せないかな、さすがに。よしよし、はめたパターンはめた、パターンはめた。うっ、敵来る。うわやらかした、うわやらかした。倒せるか。よしよしよし、走り込むことで相手攻撃できない。で、なんか引き寄せられる、走り込むと。うーわ、マジかい。やった倒した。みんな7レベルまでいった。なんか技は覚えるっぽいけど、パンチの攻撃力全然上がってないぞ。ほらレベル7にもなってさ、全然上がってない。なんでだ。しかもさ、このゲームやってる人が全然いなくてさ、実況してる人がいなかったんで分からんすよね。この人誰だ。ハク、サンドラエターナルポーズだって。あ、なに、なんか、なにこれ、バケツ。あ、来た、カスタマイズできるじゃん。あ、でもこれあれか、自分のやつをカスタマイズするだけか。あー、だからカスタマイズ自体はキャラクターのその見た目を変えることしかできないっぽいですね。はい、ということでちょっと YouTube 見て調べたら、 M ボタン、メニューボタンでなんか出たわ。ほら俺これ今まで知らないでやってたんだけど、これかな。絶対そうじゃん、スキルポイント30あるやんけ。マジで言ってんのかよこれ。今までやってなかったんかこれ。こうじゃん、ほら絶対これじゃん。で体力もじゃあつけとくか。あとはもうスタミナ、一応こういう感じで。おい、できるじゃん。いや俺今までこれ知らなかった、マジで俺知らないでやってたわ。なるほどね、こういうことか。で、うわ、在庫とかあるじゃん。これ何これ、なんか装備した、装備しまくるわとりあえず。
あ、シャベルも装備できるじゃん。なるほどね。いや、手に入れたシャベルどこで装備するんかなと思ったらそういうことだったんだ。やっとなんか分かったわ、このゲームルールを。これでさ、できるじゃん。ちょっとさ、レベル上がったから試してみない？あ、ガットパンチって覚えてるわ。おい、なんか覚えたじゃん。なるほどね。で、なんかあと調べたら、ボートがレベル11になったら手に入るみたいなこと書いてたんで、あと1レベル上げるね。そしたら他の島に行けるっぽいんで、あと1レベル上げるわ、頑張って。戦ってみるぞ、こいつと。うわ、めっちゃやりやすいじゃん。全然今までと違うじゃん。おい、15入るぞ、これ。おい、今までと何やったん、マジでよ。あ、めっちゃ楽、めっちゃ楽。オッケー、これなら倒せるわ。ガットパンチ。オッケー、オッケー、13、13、13。オッケー、めっちゃ楽、めっちゃ楽。オッケー、11になったね。11になったんで、じゃあやってみましょうか。あ、ローボート、帰る、帰るか。よかった、よかった、よかった。買った、買った、買った。変えたわ、みんな。変えた、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 変えた。来た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 、みんな来たぞ。やっと海に乗れた。やっとボートに乗れた、みんな。よし、じゃあこれで進んでいきましょう。で、多分ね、クエスト通りに矢印方向に進んでいけば多分次の町があると思うんで、一応矢印の方角に進んでいくね。この町で何をするんだ。多分敵がまだ強くなってるんだろうね。多分だけど、やっぱ悪魔の実とかあるんじゃないか。やっぱワンピースっぽいんで、ほら、ワンピースのキングレガシーとかに似てない？ワンピースゲームの。多分、悪魔の実とか買えるんちゃうかなって気がしてるんですよね、僕。来た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 、みんな。次の街に来たぞ。サンドラ。行こう。あ、一旦クエストやってくわ。あ、デボンタイって人がいる。でもこれで、さあ、白の届け物だね。届け物をしました。オッケーオッケー。敵は？いや、敵めっちゃ早く気づいてくるな。オッケーオッケーオッケー、やっていこうじゃあ。痛い痛い痛い。こんな音してたんだ、パンチの音。初めてパンチの音聞いたわ。敵も強いな、さすがに。オッケー。やべ、攻撃ができない、みんな。よし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 。オッケー。オッケー。でもさ、みんなさ、今結構レベル上げたじゃん。なら、今なら PVP してもいけるんじゃねえか。最後にちょっと PVP して終わりましょうか。レベル13でパンチとか技も覚えてるんで、まあ、だいぶ、やりやすくなったんちゃうか。戦いやすくなったと思うんで、最後じゃあ PVP やっていきましょう。で、なんかいろいろ調べたら、なんかね、俺調べたのね、YouTube。海外の方がやってるのを見たら、70レベルぐらい。70レベルぐらいで、なんか悪魔の実みたいな、なんかピカピカの実の能力かなんかを見つけました、みたいな感じでやってたんで、ワンチャン、もうちょっと先の町まで行かないと、もうそもそも悪魔の実すら持てないんじゃないかなっていう感じです。だから結構やり込まないといけないね。まあ、だからこそ人気なのかもしれないな。かなりやり込まないと悪魔の実手に入りません。序盤からすぐに手に入るわけじゃないっすね。やるぞ。絶対倒す。やばいやばいやばい。終わったわ、このゲーム。